さんは、まあ、初めてだし、よく分かんないことが多かったんですけど、まあ、もう二度としないだろうって思いまくだです。なので、ちょっと間違えたりとかするかもしれないので、許してください。独学だと思えないですね、皆さんね、これだけ。じゃあ最初から別に芸能人を目指して日本に来たわけではない。は、まあ努力別にしてません。そんなご研究なさらず。はい。ではまあ多分いくらでも埋めると思う。いくらでも。皆さんこんにちは。今日はなんとテビで大活躍されているスーパースターのですね、自宅にお邪魔させていただいております。では早速今日のゲストをご紹介したいと思います。たらーこんにちは。なんと TBS とか他のですねチャンネルで大活躍されているジェシカ・ゲリティさんなんです。ようこそ。ありがとうございます。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。ジェシカです。こんにちは。ニュージーランド出身、オークランド の出身なんですけど、日本住んで16年目で、いろんなテレビとかもうラジオ雑誌とか出させていただいてます。活動してます。よろしくお願いします。お願いします。では子供の話から説明するんですけど、はいはい、子供はね3人です。で、10歳8歳、今5歳下の5歳になってるんですけど、10代のうちに生まれまして、ええ、そうで、そのまあ出産に関する苦労もまず多分かかった方がいいと。そうですね、日本とニュージーランドの出産法はまあ全然違う。違うんですか。はい、びっくりしちゃって、日本は割とまあ自然分娩、そうですね、あのまあなんていうんですか、ね、が一般的ですね。ではニュージーランドではまあ選べる、自分の、好きな感じで、好きに選べる。そうですね、無痛とか、帝王切開だとか、まあ、自然分娩ももちろん大丈夫ですけど、はい、あのなんか麻酔科、日本では非常に病院ごとについてないそのことによって、結構まあ埼玉市なんですけど、はい、埼玉市内ではなんと無痛分娩ができない。あ、埼玉市でそれできる病院が少ないってことですね。はない、ゼロ。あ、ないんですか。はい、そうです。それはちょっとなんか初めは分かんなくて、当たり前のように、まあ、ニュージーランドの常識からっていうと、まあ、38週目、40で40週目でみんな生まれるんですけど、1人目の出産はまあ初めてだし、よく分かんないことが多かったんですけど、まあ、もう二度としないだろうって思いました。思いました。なのでそのところはそのところは3人目の場合です。そうそう、無痛ができる病院、むつがあればまあ多分いくらでも埋めると思うんですけど、だそうですよ。いくらでも埋める。そうそう、なのでちょっとその辺はうまくいかず、やっぱ日本で産んだ方がまあその辺もね保険の制度とか効くし、あの国籍としてはもう、そうですね、あのやっぱこっちの方がスムーズなんですけど、まあ、後の出産後 のサポートとかはちょっと難しい。まあお金の面でも楽ですよね、日本で産んだら。いや、ニュージーランドはゼロです。お金かかんない。かかんないです。はい。あれでもいいです。スムーズにいくっていうのは日本でもスムーズにいく。なんて言うんだろう。国籍のビジネスさとか。手続き的な面ではスムーズにいくってこと。すごくなんか、子供、なんだか赤ちゃん飛行機で連れてきたりとかは、ちょっと大変そうだなと思って。まあ、面倒っていうか、はい。そうなんですね。手間のかかる作業。では、ほとんどのね、教育が英語を話す、あのところには入れていますので、頂上はそのインターナショナル幼稚園、英語幼稚園には入れて、はい、まあ、あのその辺は結構なので、それはもう5歳入学で高校まではインターなので、まあそんな辺はいじめはみんないろいろだったから。例えばその質問、はい、旦那さんから、まあ、そういう反対とか受けませんでした。例えば日本の日本語で教育受ける教育園、インターナショナルスクールではなくてに生かしちゃえば、まあ将来もためになるだろうし、日本語で教育受ければですね、そういう反対とかありませんでした。それは私がの考え方だったんですよね。
私は引退行かすつもりもなかった。そうです。旦那さんが引退させて行かせようっていう派だったんですね。あ、そうです。はい、そうです。ということで、結構ね、話し噛み合ってないですね。結構ユニークなパターンで、自分的には、まあ、社会人になるとしたら、自分を、あの、日本語を、例えばね、読み書きができない、あの、とこがあるから、すごくね、恥ずかしい思いを、まあ、うん、まあ、します。自分の住所も書けない。なんか見てないと書けないから、子供たちには将来大きくなって社会人になるのは もちろんね、あの国語が大事だと思うんで、その意思でなんかまあ普通のローカルの、ね、小学校を行かそうと思ったら、結構その辺がね、もう、まあ、でもこれだけ達者な方はですね、日本語を理解できないっていうとなんか信じられないんですね、皆さん。うん、字は打つよ。でもパソコンとかは問題ないんですけど、そう書くことになってくるとちょっとね、うん、書くとなったらやっぱりちょっと自信がない。なんか見てないとコピーはできるけど、何もないから自分の住所書いてって言ったら、見てましいぐらいは書けるよ。しいぐらい。収録はその時間によって、まあ、ベビーシッター頼んだりとか。そうですよね、お迎え、学校のお迎え頼んだりとか、まあ、とってもあのいろんな人のサポートをあのもらいつつ仕事をしてます。なるほど。いろんな人のサポートっていうのは、誰かをこう例えば雇ってあの子供の、まあ、なんていうかベビーシッティングとかなんか頼んだりしてるんですか？そうですね、やはりあの夜収録は、ね、夜まで続くことが多いので、あの、はいはいはい、平日だと、まあ、学校ある程度学校とか保育園は行かせてますけれど、ちょっと4時以降とか学校の時間帯外、時間外はあのベビーシッターが家に来てくれて、あのお風呂に入れたりとか、あ、入れたり、まあ、ご飯作ってくれたりとか。そうですね、はい。住んできたんですか？そうですね、あのもうとにかく住みたくて、で日本語話せないからどうしようっていうところで、まあ、英会話先生、はい、あのになろうと思いました。でそこが、まあ、NOVA を、原始のあの面接を行ってて、はい、でそこを、まあ、一応ビザをもらえるとか住み先が決まるっていう、あの、はいはい、非常に、まあ、安心して日本に住めるような形で行きました。まあ、住むところもビザも全部、まあ、向こうが取ってくれる、向こうというか会社のが取ってくれるってことですね。はい、そうです。ノバの方が取って、ノバの方が取ってくれたんですね。はい、なるほどです。じゃあ最初から別に芸能人を目指して日本に来たわけではない。は、新しい人なので、そのなんて言うんですかね、テレビとかはやはり、あ、当時のバラエティとか、ここ辺だよ日本人は結構もう日本語が充実してないとダメっていう番組が非常に多かったんですけど、たまたまあのテレ朝日の、はい、香取慎吾が出演するスマステーション、はいはいはい、まあ、あの深夜の生放送なんですけど、そこをオーディションを受かって、そこからもうレギュラーに、あのワンシーズンレギュラーで出させていただきました。その番組の女性のアナウンサーと香取慎吾が、まあ、メインなんですけど、その週の話題を、まあ、ニュースの見返しとか、まあ、いろんな話題を話しつつ、後ろにですね、裏の方に、まあ、女性、女の子、はい、外国人の女の子、いろんな国、まあ、世界の国のいろんな、そうですね、12人ほどかな、15人ほどをみんな座っていて、座ってて、はい、まあ、何時ですかね、ビジュアルがおおらかな感じ、ハッピーな感じになるように、はいはいはい、まあ、笑ったり、まあ、とりあえずリアクションだけしとけばよかったみたいな感じでしたか。そうですね、はい、はいはいはい、まあ、それがまあ、最も多いのはモデルなんですけど、CM に出るとか、はい、あの雑誌に出るとか、特に日本はその年齢そんなには厳しくないので、結構あの外国だと25歳以上になってくると、モデルはちょっと厳しいんですけど、日本ではですね、あのキャラクターモデルって言っても、おじいちゃんとかおばあちゃんとか、私でも、ママ役とか、そういうのはあのできるので、タレントもそうですけど、あのモデルの魅力は日本語話せなくても大丈夫です。で、タレントはやはり日本語がバッチリできないといけないので、あの、まあ、ある程度日本の文化をあの知ってないとあの難しいんです。まあ、文化の理解も。それ幅広いですけど。たくさんあるんですね。言いたいが、まあ話せば長いってことです。どういう角度から言った方がいいですかね。そうですね。例えば日本に行って仕事をしたいんだけど、なかなか勇気が出ないとか、もうどうしても言葉の壁のことが気になるとか、うん、あ、言葉の壁が。あ、なるほどね。
そうですね。日本語、まあそうですね、すごい狭くなるんですけど、日本語を、まあ、ゼロから来た人なんですよね。ですね。ゼロから来日して独学で学んだっていうとこから、まあ、努力別にしてません。そんなご研究なさらず。はい、そうですね、日本の学校、いやいや、というのは日本語の学校は行っておらずですね。なので日本語の学校を行ってる留学生の皆さんとか、ちょっと卒業の後は仕事を探したいと思ったら、いや、なかなか日本語が覚えにくいとか書けないとか、その辺は自分の好きなことを、まあ、見つけて、そこで、まあ、自然とね、日本語が覚えてくると思うんですけど、そのうちいつか、まあ、自然に日本語を覚えていきますよって、覚えていきますよってジェシカさんがここで言ってるんですね。はい、そういうことですよね。はい、ありがとうございます。では皆さん、今日はジェシカさんとの外国人同士で頑張ろう第3弾はいかがだったでしょうか。ぜひコメント欄で何か一言でもいただければ、そうですね、いただければ、まあ、私たちの励みになりますし、まあ、ジェシカさんもですね、常に私のインスタグラムをご覧、くださってるから、ジェシカさんも、きっとですね、返信の形で、返事してくれるから、ぜひぜひコメントを何か残してください。お願いします。